各位听众大家好，欢迎大家到关西大学 Chinese Station 来做客。今日も楽しく中国を勉強していきましょう。加油。今回の場面は、趙君に料理ができるかどうかを聞きました。まず映像だけで見てみましょう。你会做菜吗？会，我经常自己做菜。你的拿手菜是什么？是麻婆豆腐。次は字幕付きで見てみましょう。你会做菜吗？会，我经常自己做菜。你的拿手菜是什么？是麻婆豆腐。いかがですか？音声と漢字は一致しましたか？次に日本語の字幕で見てみましょう。你会做菜吗？会，我经常自己做菜。你的拿手菜是什么？是麻婆豆腐。今回のキーワードは会。この助動詞は練習した結果できるようになることを表します。例えば、あなたは中国語を話せますか？と中国人に聞かれたときは、我会说汉语、我不会说汉语と答えることができますね。できるという助動詞には、他にも能や可以があります。日本人にとってこれらの使い分けはちょっと難しいので、このレッスンが終わったら必ず辞書や参考書で調べてくださいね。さて、今回は料理の話題でしたが、皆さんはいかがですか？一つ二つ中華料理を作れるようになりたいものですね。ちなみに私は作ってくれる人を募集中です。それでは次に本文で使われた例文を聞いてみましょう。你会做菜吗？你会做菜吗？それでは最後にもう一度映像を見てみましょう。你会做菜吗？会，我经常自己做菜。你的拿手菜是什么？是麻婆豆腐。今回の中国語会話いかがでしたか？たくさんの中国語を聞いて多くの表現を身につけましょう。好，那我们今天就到这儿吧，下次节目再见。